ピエトル・マスカーニは、イタリアのオペラ作曲家、指揮者、パンヤの両親のもとに生まれる。父はピエトロに法律を学ばせたが、彼は音楽に強い関心を持ち、おじを味方につけて、故郷の音楽院で、本格的に音楽を学ぶ。20歳にならぬうちに、公共曲、オペラ、カンタータなどを作曲し、その才能を認められる。そして講演者の後押しで、 ミラノ音楽院に入り、アミルカレ・ポンキエッリに指示したが、途中で学校を飛び出し、指揮者として活動を始める。その後、チェリニョーラの音楽学校の教師となる。1890年に、ローマの楽譜出版社尊蔵によの一幕、歌劇コンクールに応募して当選した、代表作、カバレリアル・スティカーナによって、驚異的な成功を収めるが、 不幸にもこれがその後の多くの作品をかすめてしまった。それでも15曲のオペラと1曲のオペレッタ、いくつかの美しい管弦楽曲や声楽曲、歌曲、ピアノ曲を残した。1895年には、ペーザロのロッシーに音楽院院長に就任。存命中は、オペラで驚くほどの成功を収め、同時に指揮者としても、非常に成功を収めた。 マスカーニの作風は友人でライバルだったプッチーニとは大変に異なっている。おそらくそのために評論家筋からマスカーニ作品は過小評価されてきたのだろう。ファシスト統政権が誕生するとスカラザ監督の座を狙ってムッソリーニに接近。このため第二次世界大戦でイタリアが降伏した後全財産を没収されローマのホテルで寂しく生涯を閉じた。 遺体はローマに葬られたが、1951年に故郷のリボルノに再埋葬され、それと共に名誉回復された。マスカーニが残したいくつかの自作自演は、現在も CD で入手することができるほど評価が高い。ありがとうございます。